このゲームはバルセロナのホーム、もはや言わずと知れたここカンプノウで行われます。すでにスタンドはブラウグラナで染まっています。この時間はバルセロナ対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。バルセロナ対 AC ミラン、この試合パオロ・マルディーニのプレーを見るのが楽しみですね。そうですね、彼のプレーはなんというか優雅ですよね、はい、どんな時でも冷静ですし、戦術的な理解力や状況を読む力がすごい。シュート、どうなるんだ。これはよく止めました。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。バルセロナが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。ゴールキーパーだけが準備していた感じですよね。あの形は作らせてはいけませんよね。バルセロナはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。絶好の位置、この柔らかいパス、メッシー、セルヒオ・ラモス、シャビ、今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですので、じっくりいってほしいですよね。ライカール、ベッカムへ。バルセロナ前半ここまでまだこれといったシーンはありません。いいプレッシャー、メッシー、フリーだ。このクリアボール拾いたい。仕掛けるか、グリーズマン、マーテウス、このボールはつながりません。アーチのようなパス、さあバルセロナボールです。シャビ、さあ繋がるか、ルイス・スアレス、さあどうする、フリーだ、シュート、アキカボール、ダイレクトで打ってきました。うまくミートして威力のあるシュートだったんですけどもね、惜しかったですね。ベッカム、ライカール、マテウスからルイス・スアレス、グリーズマン、プレスからボールがこぼれる、裏を狙っていきます。グリーズマン、マテウスへ、シャビ、シャビから左サイド、メッシー、ボールはメッシへ、ベッカム、素晴らしいパス、シュート、拾いたい、うまく取らないですね。大きくサイドチェンジ、マテウス、裏へのスルーパス、左上がっていく、プレッシャー、抜けてくる、シャビからコウチーニョ、裏を狙う、
ジョー・ゴメス、ベッカムへ、マテウスからグリーズマン、このパス、ルイス・スワレスからコウチーニョ、ボールの奪い合い激しいものがあります。長いボールを送ります。抜けてくる、このパスを防ぎます。コウチーニョ、ここはドリブルで上がる、出しどころがないのか、ミランがここでファウルを取られます。前半を終えます。ファーストボールならず。さて北澤さん、前半の得点は動きませんでしたね。45分戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね。この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから、また違った展開になるでしょうね。バルセロナ対 AC ミラン、0対0のまま折り返します。後半見ていきましょう。前半では得点シーンが見られませんでした。出るか、来た、先制ミラン、ようやく均衡を破りますミラン。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かのこうゴールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。先制ゴールを決めました。1対0。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。マルディーニ、かわした、スルーパスを出す、ロングフィードで狙う、これはつながりませんでした。メッシー、これはなかなかこじ開けられない。ドルーズボール、自分で行く、ルイス・スワレス。バルセロナとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。これをカットします。アーチのようなパス、このボール危険です。おっと、ベッカム、ミランは先ほどから見ていて前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね、うん、まあでも残ってる選手は、シュート、うわー、これはクリア。激しいボールの奪い合いです。ライカーブ、これはつながりません。うん、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。シャビから右へ、ベッカム、ここでワンツーを見せる、ふわっとしたボール、縦へのボール、フリット、裏を狙っていきます。フリシュート、いやー、追加点ミラン、突き放します。ルンメニゲ、最後キーパーとの対決、見事決めましたね。
いや決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。ミランはメンバーチェンジです。さあミラン、さらに1点を追加し2対0としています。ミランとしては非常に大きな得点ですね、はい、無理に攻めていく必要がなくなってきますから。メッシー、もう一度バルセロナ絶好のチャンス、ものにできません。前に行こうという気持ちはもちろんですけどね、ちょっと慌ててますかね。ルイス・スアレスがここはファールを取られます。先ほど行ったファウル、イエローカードをもらっています。マルディーニ、フリットへ。バルセロナとしては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。スルーパス、どうする、スペースを狙う、上げてくる、どうだ。バルセロナここクリアで難を逃れます。ベッカム、多彩なキックの持ち主です。いやピンポイント狙ってきますからね。デリフト、危ないシーンでしたが